ありました、シャンティヨガエアリアルヨガ。ダイエット大作戦、最後は空中で体を鍛えるエアリアルヨガに挑戦。やってきたのは郡山市。この建物の2階にあるシャンティで体験するエアリアルヨガとは、布を使って行うので、はい、力みとかもほどけやすくなって、うん、ポーズが取りやすくなったり、うん、血流の改善だったり、背骨を伸ばしたり、アンチエイジング効果が高いヨガとして知られています。実は金子さん、以前に少しだけ体験したことが。すごく怖かったんですよね。だからちょっと恐怖心がこう勝ってしまって、あまりできなかった記憶があるんですけど、大丈夫ですかね。今日はちょっと難しいポーズにもチャレンジしながら、前回よりちょっとワンハードル上げてやっていけたらいいかなと思います。ちょっとその恐怖に打ち勝って、はい、頑張っていきたいなと思います。ということで、今回は3つのポーズにチャレンジ。まずは初級編から。背筋と腹筋を使ってまっすぐ起き上がるこちら、その名もツバメのポーズ。鼠径部が詰まってると痛み感じやすいです。詰まってる。リンパ節がある鼠径部、ここのコリをほぐして足のむくみ解消につなげます。息吸って体を起こしていきます。怖い。足を下に伸ばしていって、そうです、足揃えてあげます。お腹の引き締めにも効くツバメのポーズ、先生のサポートを受けてなんとかクリア。次はちょっとレベルアップ。エアリアルヨガならフロアでは難しいこんなポーズも。両手体を伝ってゆっくり下に下ろしていきます。そう、逆さまのポーズ。重力を味方に背骨や首などを伸ばしていきます。足を浮かせちゃいます。そうです、そうです。もっと後ろに倒れて、ここで足を大きく開きましょう。せーの、もっともっと、そうです、そうです。足裏くっつけちゃいましょう。 OK。 で、体を使うように手を離していく、はい、え、こう離して大丈夫ですか？ OK です。あ、すごい、え、すごい。では床にちょんと優しく触れてあげましょう。逆さまになることで内臓下垂の改善に、また血流も良くなり脳の活性化が期待できます。素晴らしい。すごい。私どうなってました？さっきみたいになってました。なってました。綺麗に、すごい、とても上手にできてました。ツバメのポーズに逆さまポーズ、エアリアルヨガにもだんだん慣れてきたところで、ではやってみましょうか。怖い。最後の上級編、ここで野村さんにクエスチョン。金子さんが挑戦したこのポージング、何という名前か分かりますか？布の形に注目です。正解はバタフライ。蝶のような華やかさで受講生からも人気のポーズなんです。すごい、すごい上手。未知の世界に。股関節周りの筋肉を柔らかくすることで姿勢の改善や冷え、むくみの解消にも。自分の体重や重力を使うことで、はい、普段よりも開脚がしやすくできます。足がちょっと重かったんですけど、はい、すごく軽くなって全身が伸びて、恐怖心もあるんですけど楽しさもありますよね。はい、思ってきます、うん、シャンティには子供から大人まで楽しめる体験レッスンも。エアリアルヨガで夏に向けて体の引き締めに挑戦してみては。